にちは。アリン保健 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。はじめに皆さんに報告です。サタケムシさんよりトゲアリを好意で恵んでいただきました。サタケムシさん、ありがとうございました。しかも失敗しやすいということで3匹も恵んでいただきました。今回の動画ではこのトゲアリを女王アリが死亡したクロオアリのコロニーに突入させ寄生を試みます。皆さんもご存知の通り、トゲアリは単独でのコロニー創設は行わず、クロオアリやムネアカオアリに一時的社会寄生をするアリです。この動画を最後までご覧いただくことで、トゲアリの寄生は思っている以上に難しく過酷であるということがお分かりいただけるかと思います。これからトゲアリの寄生にチャレンジされる方の参考になれば嬉しく思いますので、ぜひ最後までご覧ください。私自身、トゲアリの寄生は初めてなので手探りの状態でやっていきますが、まずトゲアリの女王をワーカーに寄生させてみます。ワーカーは餌場にいるのを採取し、あらかじめ冷蔵庫に5分入れて活性を下げています。冷凍庫に1分入れて仮死状態にする方法がありますが、ワーカーが死亡するリスクもあるので、まずはこちらの方法で寄生してみます。次にトゲアリの女王とクロオアリのワーカーを一緒にしてみました。ワーカーとの初めての接触になりますが、どうでしょうかね。少しワーカーが攻撃している感じがしますが、トゲアリは外皮が硬く、そしてトゲがあるので、ワーカーの攻撃は致命的にはなりません。しばらくすると、トゲアリの女王がクロオアリのワーカーに馬乗りになっていました。匂い付けです。トゲアリはまず、クロオアリのワーカーに化ける必要があるため、このように馬乗りになり、ワーカーの匂いを自分の体に塗りつけて、ワーカーと同じ匂いになります。アリは匂いで仲間を見分けるため、ワーカーの匂いをまとうことで、他のワーカーは敵だと気づきにくくなります。その状態で、クロオアリの巣に侵入するのです。1日経って、トゲアリの女王と、クロオアリのワーカーは、だいぶ馴染んできました。お互いグルーミングもし合っていて、栄養交換も確認できました。試しに、この状態でクロオアリのコロニーに突入させてみたいと思います。今回使用するクロオアリのコロニーはこちらです。浜田屋チャンネルさんからいただいたコロニーなのですが、女王が病気により亡くなってしまい、現在女王不在のコロニーになっています。ワーカーは100匹ほどいます。クロオアリの餌場にトゲアリを放ってみました。蜜餌が気になっているようですね。巣の方へはなかなか入っていきません。しばらく様子を見てみます。はい。クロオアリのワーカーに速攻で逮捕されてしまったので、救出しました。救出に必死だったため、逮捕の死因はありません。すみません。やはり、匂い付けが足りなかったのかもしれません。今度はよりしっかりトゲアリの女王にクロオアリのワーカーの匂いをつけるため、遠近感を使って、4日間ほど共存させてみます。今回ですが、生き物塾小ぶっとり先生の動画で紹介されている方法を使って、事前に強制的に匂い付けを行っています。ワーカーを冷凍庫で仮死状態にしてから、脱脂綿でブーブーにして、強制的に匂いをつけます。そのようにしてから、4日間、共存させます。長丁場になるので、トゲアリの女王とクロオアリのワーカーにミルクシュガーを与えて栄養補給をしておきます。栄養補給ですが、もしかすると、トゲアリの女王がクロオアリのワーカーからも、
栄養交換で栄養をもらえるかもしれませんので、強制に追い付けの前にそれぞれに行っておくとなお良いように思います。トゲアリの女王はメジャーワーカーがお気に入りのようで、匂い付けの期間中徹底して同じメジャーワーカーで匂い付けしていました。野外でもトゲアリの女王がメジャーワーカーを選んで馬乗りになっているのを見ますので、メジャーワーカーの方が匂いをつけやすいのかもしれませんね。また馬乗りになった際、宿主から栄養を奪うという話も聞きますので、メジャーの方がよりたくさんの栄養を得やすいのかもしれません。4日間共存させ、栄養交換も確認できたので、再度トゲアリ女王クロオアリの巣に突入させます。今度はうまくいくでしょうか。突入させました。突入して以降の映像は早送りでお送りします。突入後もクロオアリのワーカーと栄養交換していますね。メジャーワーカーからグルーミングもしてもらっていました。女王不在のコロニーとは知らず、女王アリを探して徘徊します。お目当ての女王アリが見つからず右往左往していますね。それだけでもワーカーに怪しまれそうです。ワーカーにドケドケと言わんばかりの傍若無人っぷりですね。ワーカー同士の栄養交換にもずかずかと割って入るので、ワーカーの怒りを買わないか心配です。深海が的中して、どうやら逮捕されてしまったようです。一匹のワーカーがトゲアリの女王の触覚に噛みついていますね。他のワーカーは気づかずにグルーミングを続けていますが、見抜くワーカーは見抜くようです。たくさんのワーカーに動きを止められてしまいました。遺産をかけられて、敵だと認識されてしまったようです。メジャーワーカーが解体しようと寄ってきていますね。これは絶体絶命の大ピンチです。このままだと死んでしまいますので、救出します。巣を開けて、トゲアリの実を取り出します。今回の動画、いかがだったでしょうか。トゲアリの寄生は思っている以上に難しいことがお分かりいただけたかと思います。次回は大量の繭とワーカー少数を取り出して、あらかじめメジャーワーカーで匂い付けしたトゲアリ女王と共存させる方法を試してみます。そちらの方がうまくいきましたら動画にしますので、よかったらまた見てください。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。